ただいたリポートの中で多く使われているワードを確認していきます。今日のキーワードはこちらでした。おー、さすがサッカーですね。もうコスタリカ、サムライ、日本、サッカー、モール、ビンゴ、頑張れ、勝利、全部に、全部これビンゴだけですね。他はすべてサッカーの天気のワードが見当たらないです。負けたから見せないでくれと。いや、その前までに送っていただいたリポートが多かったんですもんね。逆に難しい。だってもうサッカーボール見えてる時点で今日はもうサッカー一色ですよね。あれ気象はと、もしかしたら8位に入る可能性もありますので見ていきましょう。ちなみに昨日お城でした。城分析して当てましたよ。8位は何が入るか、ブルーいいんじゃないですか。だってこれだけね、ブルーはトラップですか。いや最近難しい。アフタヌーンもブルー入ってましたよって、そしたらブルーじゃないですか。お月様ではない気がしますね。いやなんかピンポイントでお月様って入らない気がします。あ、確かに空ミッションでもサムライブルーをね、リポートでお送りくださいってなっていたので、まあさすがにブルーが入るんじゃないでしょうか。もう今日は迷いません、ブルーですね。どうしよう、これで間違ったら。いや昨日はすごいいい導きでお城を選べたんですよ。そう、城を選んだんですよ。ルートをたどってきたら6地点中すべて5地点城が入ってたんですよ。で今日は空ミッションで確かにサムライブルーのね募集していたので、まあね、順当に考えてブルーじゃないですか。昨日は見事でした。ありがとうございます。嬉しいですね。で昨日に続いてじゃあブルーにしましょうか。侍が入ってですよね。ブルーは県外はないですよね。え、待って、でも怖くなってきました。あ、応援、待って、これブルーじゃなさそうです。なんとなくこんな簡単なわけがない、絶対危ない、絶対こんな簡単なわけがないと思いました。こんなねすごいヒントが、やっぱりね、ブルーはおとりですよ。これはきっとトラップ、深読みしちゃいます。いや応援じゃないですか。だって頑張れ入ってますもん。危ない、しかも危なかったです私ブルーじゃないきっと今日は。応援、応援が入ってますもん。応援にしましょう。村読みに来ました。やっぱね、読まないとはい、疑心暗鬼になってますね。いやブルーじゃないと思います。応援します、頑張れ日本で、日本応援しましょう、私昨日言いましたもん。よし行きましょう、裏を書いて応援で行きます。いやブルーじゃないと思うんですよね今回。行きましょう。え、待ってよー純粋な心で、いやでもね、私のね言ってるんですよ、心の奥底で応援だよと。行きましょう。私の心の奥底で応援を選ばないと後悔するよって言ってるので行けます。8位は応援、行きます。私のこと応援しててください。行きます。正解は応援。あー最初に会ってたんですか。読みすぎましたね今回は。いや応援に気づいてしまったがために深読みが外れちゃいました。うー、今回はやられましたね深読みしすぎました。いやもう心理戦ですよね、もはや。ブルーですか。あ、ブルー応援してました。いやこんなに簡単でいいのかと深読みしすぎてしまいました。あ、白で調子に乗っちゃったって確かにあるかもしれませんね。調子に乗りすぎたかもしれません。一番格好悪いってきてる。わかりました。じゃあこれからも謙虚にまた当てていきたいと思いますので、宇宙開発ですかはい、よろしくお願いします。また頑張ります、ね、昨日すごかったのに自分で言ってますけれどもまあまあ、でもまた次回の持ち越しということで、名探偵の称号剥奪ですか、まあ、今後とも頑張っていきたいと思います。謙虚に頑張りますので、そんなやめてくださいよ。よろしくお願いいたします。では21時30分に番組を再開いたします。